こんばんは、切り抜きから7点をしたものです。早速ですが質問です。男性も女性も一人でいたす道具を日常的に使っていると本番でいけなくなると聞いたんですが、本当でしょうか？お答えいただければ幸いです。これからも体調に気をつけて活動等頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。男性はわかんないけど、チンチンついてないから。でもその話はよく聞くよね。刺激が強すぎる。アナル用のオナホ？アナルサイズのオナホ？アナル用のオナホ？を使うといけなくなるとは聞きますけどね。切り抜きでいろいろ勉強させていただいて、昨日デビューしてきました。お世話になりました。巣立って行ってしまった。巣立って行ってしまった。卒業おめでとう、おめでとう。これからも人生を楽しんでくれ。スーパーめでてえな。リスナーがこうやって巣立っていくのめでてえ。マシュマロの話に戻るんですけど、多分行けなくなるんじゃないかなって気はする。物使ったらダメらしいな。手はいいけど物はダメらしいな。刺激が強すぎるのは良くないって聞きますよね。後に ED になったりするよみたいな。ほどほどに、ほどほどに。あと床オナもやめなね。床オナもダメだよ。